ももちです。ピピピス。今回の動画はですね、ユニクロデニムの着回しルックブックをやっていきたいと思います。秋に着たい垢抜けデニムコーデをなんと1週間分たっぷりと組んでみました。ぜひ秋の毎日コーデの参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。はい、ということで早速ルックブック始めていきたいんですけれども、まず私の骨格はですね、プロ診断でストレートになっております。一コーデ目はですね、ザラのブラウスに合わせていくんですけれども、やっぱりね、秋と春になると白ブラウスかけるデニムをね着たくなるんですよ。このザラのブラウスがすっごく可愛くて、ボタンがオーロラだったりとか、早速噛みましたね、オーロラだったりとか、すごくデザイン性にこだわっているブラウスで大好きなんですけれども、で今回はですね、ピンクのバッグをアクセントにしてみました。ブラウスにデニム合わせるときって結構シンプルになりがちなので、意外とカラーものをコーデのアクセントに入れるっていうコーディネートがすごく可愛いのでお気に入りです。でそしてこの黒縁のメガネをさらにアクセントにしたんですけど、これも私すごく好きな合わせで、白ブラウスかける黒縁メガネってすごく可愛く感じるんですよね。これももし共感者いたらコメントしていただけると嬉しいです。はい、ということであっという間に一コーディ目の完成でございます。もうこれはね、春と秋に着たい定番の白ブラウスかけるデニムコーデで、まあ、これにパンプスとか合わせても可愛いんですけど、あえて黒の結構ヒールがしっかりしているブーツを合わせることによって甘さを結構控えめにするっていう大人っぽい白ブラウスのコーデに仕上げてみました。ちなみに今回ピンク入れたんですけど、赤とかをパンプスとかにね合わせていくのも定番ですごく可愛いと思います。そうだ、これなんか踊ってるの、そうだ、パノラマだ。そう、私ロルプラを見ていてですね、この時すごくロルプラの子たちが踊っていたパノラマにハマって踊っております。ということで2コーデ目に行きたいんですけれども、今回のちょっとねコーデ動画、多分1コーデずついろんなダンスを踊ってるんですよ。なのでみんなも何のダンスを踊ってるかぜひ当てていただけると嬉しいです。で2コーデ目は今の白ブラウスとデニムのコーディネートをさらに小物で着回していくっていうコーディネートになります。このマウジーのねオレンジのアウターが本当に可愛くて、前に購入品紹介でねご紹介したんですけれども、この色が秋っぽくてすっごく可愛くてお気に入りです。でマウジーのアウターに合わせて今回メガネもブラウン系にしてみました。やっぱりね、色の統一っていうのはねコーディネートがおしゃれに見えるポイントかなと思います。はい、ということであっという間に2コーデ目の完成でございます。カラーのアウター着るだけでこんだけ印象変わるんだってぐらい別コーデに見えますし、バッグと靴の色を合わせて、メガネとアウターの色を合わせて、結構ツートーンでまとめたコーディネートになっております。こういうデニムパンツ履いた時にロングのトレンチとか合わせるコーデ、私個人的にめちゃめちゃ好きなんですよ。みんな好きな子いますか？デニムかけるトレンチ最高よね。さあこのコーデは何の踊りをしているのか、え、何これ、え、マジでわかんない、みんなわかる人いますか？え、ちょっと誰かコメントでわかる人教えていただけると嬉しいです。ということで3コーデ目はですね、リルアンビション、私がプロデュースしているアパレルブランドのリルアンビションの赤のニットを使っていきます。赤ニットかけるデニムってなんでこんな可愛いんやろね。本当にこの合わせが私好きで、毎年冬になると赤ニットかけるデニムと合わせがすごくしたくなるんですよ。なので私のブランドでね、どうしても赤ニットが作りたくて今回作ったんですけれども、ちなみにこちらはまだ発売されておりません。今年の秋冬に発売のものになります。で赤かけるデニムだとね結構派手めになりがちなので、靴とバッグは黒で押さえております。はい、ということであっという間に3コーデ目の完成でございます。もうこれは至ってシンプルなんですけど、このニットのねお袖の形とニットのシルエットが可愛いので、シンプルコーデでも結構ねバチッと決まる合わせになっております。ハイウエストのデニムにねこういうパン丈のニット合わせるとね、ほんと可愛いですよね。多分これメガネとかつけても可愛いと思います。で今回ねあえてブーツとかじゃなくてパンプス合わせてるんですよ、リボンの。これも結構ポイントで、シンプルなコーデだからこそちょっとパンプスとかでねちょっと甘さを加えてるっていう感じで、そこもねコーディネートのポイントかなと思います。これは分かったよ、分かった、 Kiss me baby shake baby でしょ、壊れ物を抱き寄せてよでしょ、分かるよ、これは Dear my teacher です、ズバリ。はい、ということでお次4コーデ目でございます。4コーデ目はですね、この赤ニットとデニムのコーディネートを着回していく形になります。で今回このカーキのねアウター合わせてるんですけど、これフレイ ID のねアウターなんだけど、めっちゃ可愛いんですよ。形も可愛いし、この光沢感も可愛いし、すっごくお気に入りです。
で、このサングラスね、カラーサングラスを合わせていきます。私、秋冬になるとカラーサングラスをつけたくなる欲が出てくるの。冬のニットとかアウターにカラーサングラスをつけるのがめっちゃ好きなんですよ。はい、ということで、あっという間に4コーデ目の完成でございます。このコーデさっきと結構変わって、すっごく大人っぽくてかっこいいコーデですよね。このコーディネートのポイントはやっぱりカラーサングラスをつけたことと、アウターのお袖から赤のニットがちょっとチラッとね、フリルの部分が見えているのが私はめちゃめちゃお気に入りですね。えまた踊ってるよね、これ。流星でしょ、わかるよ、もうのもういいよね。ちょっとダンスさすがにいらないなって思ってきましたので、次はないことを祈ります。はい、ということで、お次、あっという間に6コーデ目ですね。早くない？なんか今日めちゃめちゃ早いんやけど。あ、5コーデ目でした。私いつもこれ間違えちゃう。お次はですね、黒のスケスケニットに合わせていきます。先ほどがね、カラーニットで結構パキッと明るいコーディネートだったので、今回は黒で締めてちょっと大人っぽいコーディネートを組んでみました。多分ね、ガラッとデニムコーデの印象が変わるアイテムだと思います。今回黒のコーディネートにこのグリーンのバッグをね、差し色で使っております。シューズをですね、つま先が出ているちょっと透け感のある変わったシューズを合わせております。はい、ということで、あっという間に5コーデ目の完成でございます。パチ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 。こちらのコーディネートのポイントはですね、全体的に黒でまとめているので重い印象になりがちなので、足のつま先を出して透け感のあるシューズを合わせることによってちょっと抜け感を出しております。黒かけるグリーンの合わせって意外とね、すごくおしゃみして可愛いので、この秋冬に結構私は推しの色合わせだなと思います。踊りは多分来ない。あ、ねえ、本当にもう大丈夫ね、めっちゃ踊るじゃん。でも多分ね、6コーデ目か7コーデ目かでもうええわって言うと踊んなくなるんですよね。ちなみにこれ夢見る15です。あの、私スマイレージーさん大好きで、4スマの時から推していたので、そのダンスですね。基本的にアイドル曲が多いですよね。はい、で、次、6コーデ目なんですけれども、これは黒の先ほどのコーディネートをジャケットとか小物で着回していこうっていうね、コーディネートなんですけれども、このザラのさ、イエローのジャケットマジで可愛くないですか？これもね、ザラの購入紹介で出したアイテムなんですけど、めちゃめちゃお気に入りで、今回のコーデにぴったりだなと思ってセレクトいたしました。で、バッグは白、靴は黒で結構シンプルにまとめております。はい、ということで、あっという間に6コーデ目の完成でございます。今回のコーデのポイントはですね、上下が結構シンプルなので、アウターでしっかりと色をのせたところと、靴を黒、トップスを黒なので、バッグをあえて白でちょっと明るめのね、色を合わせて、こうパキッと明るいアクセントを入れたのがコーデのポイントでございます。白をバッグに入れることで暗めの印象がパッと明るくなるので、すごくおすすめです。これはもうダンスが来ないと思います。はい、代わりに変なポーズをしてますね。えい、はい、ということで、ラストもう7コーデ目になります。早いね。てかデニムってほんと気回せるよね、大好き。で、お次7コーデ目なんですけれども、このミニ丈のボリュームあるチェックのワンピースに合わせていきます。今までね、全部トップスだったりとかアウターで合わせてたんですけど、初めてミニワンピのコーディネートになります。で、今回このボリュームあるミニワンピに合わせているので、髪の毛はね、ちょっとこうハーフアップして顔周りをすっきりさせることによって、結構ボリューム感がね、抑えられて、すごくねスタイルがよく見えます。で、今回ね、実はバッグに結構仕掛けがあって、こういうボリューム系のワンピース合わせるときって、ハンドバッグよりもショルダーの斜め掛けのバッグの方が、こういうねボリューム系のときはね、胸前とかお腹周りにバッグがあるだけでね、本当に痩せ見えするので、すごくおすすめでございます。ということで、あっという間に7コーデ目の完成でございます。ラストです。ラストのコーディネートはですね、全体的に結構ね暗めのカラーを合わせているので、デニムのブルーのカラーがすごく映えて、デニムメインに見えるコーディネートなので、すごくおすすめです。これにねスニーカーとか合わせてしまうと結構カジュアル見えしてしまうので、こういう時は必ずヒール合わせるのがすごくおすすめでございます。あ、最後に踊ってる、これあれよ、多分大きな愛でもてなして、あのキュートさんの大きな愛でもて、ま、もてなしてです。ボーグダイヤモンドも踊ってる。私なんせドルオタだったのでね、あのアイドルのダンスすごい踊れるんですよね。ちょっとドルオタの方、あの踊ってほしいとかあったら、よかったらそれもコメントでリクエストください。何の動画やねんって感じやけど。ということで、あっという間に7コーデ終わってしまいました。皆様ありがとうございました。ぜひ毎日コーデの参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。